チャンネル始まるよ。はい、皆さんこんばんは。マー君ペットチャンネルのマー君です。はい、今日はですね、我が家で飼育しているモモがですね、リューシティスティックの、フクロモモがの、モモちゃんのですね、爪切りの方をしていきたいと思います。爪切りに必要なものなんですけども、まずのキッチンペーパーですね。爪切りの時ですね、どうしても怖がってしまうんで、その時にですね、排泄物の方をしてしまうことがあるんで、キッチンペーパー使います。あとはタオルですね。タオルでちょっと顔の方を隠してあげないとですね、どうしても余計にね、怖がらせることになってしまうので、タオルの方を使っていきます。あとは爪切りの方ですね、こちら普通に僕らが使っている爪切りと一緒なんですけども、爪切りじゃなくてニッパーとかでも全然問題ないです、ね、それでは始めていきたいと思います。はい、じゃあね、ももちゃん出てきてね。ももちゃん爪切りするよ、ね、だいぶ爪の方は伸びてるからね。ももちゃん爪の方、見てください、ね、こんなに伸びてます。今から爪切りの方していくよ、ももちゃん、ね、どんな感じにするかというと、こうですね。で、お顔を隠してあげる感じになります、ね、どうしても怖がっちゃうんで、手を持ってですね、しっかり手を持って、で爪切りの方で爪を切っていくという感じですね。大事なのはですね、どうしても人と一緒で血管が走ってますんでね、肉まで切らないように切るのが本当に1ミリもないぐらいですね。いきます。ね、切りすぎるとどうしても出血とかもするんでね、出血するときはしっかりとタオルで止血の方してあげてください。はい、片手終わったね。じゃ今度は足の方ね。もうちょっとだからね。はい、で右手の方が終わりました。で、この左手の方ですね。このような感じで、まあ、怖がってしまって、どうしてもですね、失禁してしまったりとかするんで、必ずペーパーの方は引いてください。待ってな、もうちょっとかね。もうちょっとね。ちょっとヒントかな。しっかり止血してみよう。よし。あと手ね。よし。まだ終わる、もう終わるからね。よいしょ。はい。だいぶ伸びてるな。曲がった。よいしょ。だいぶ伸びてますね。これでね、また皮膚とかに登ってくると傷が出るんですよね。すっごい鋭いんで、もともとね、野生下ではね、でも木の上で生活するんで、木にしっかり捕まるために、ね、爪をね、伸びていくんですけどね。よいしょ。ね、どういう指だけかな。終わったよ、ね、爪切りをしたら全然ね、こうやってよじ登ってきたとしても全然痛くないんで、じゃあとお家帰ろうかね。よ、はい、よせーので、よし。じゃあ皆さんね、今日はこんなところで、いつものようにバイバイ。